台湾で開かれた新唐人テレビ主催の第4回全世界中国料理コンテスト。会場の美食展示ブースには、厳選された食品メーカーが安全安心の自然食品を提供し、人気を集めました。今日業績不错，今天订单实在累积蛮多的，因为大家反应都很好，对吧？东西大家吃过都马上立刻就订购。人工添加物を加えない伝統的な自然食品が特に人気を集めました。過疎材騒動後、食品の安全問題が巷の関心事になり、伝統的な食品への回帰が注目され始めています。可是我觉得新浪人可能是未来是台湾最重要的一个食品展，最大不一定是最重要的，因为我觉得有些东西是要它要有它的精神跟内涵，它才可以长长久久。従来の食品店とは違い、伝統的な精神への回帰を創始とする新唐人テレビ主催の美食展示会。消費者も安心して試食または購入ができます。比较回归到以往的面貌呈现的话，我觉得这对整个我们办还有艺美，还有像新唐人电视台，可以把这个一些天然健康的概念，或是原始原貌的概念教导给所有的消费者，我觉得这是一个比较值得让民众去期待的事情。我想这个主办单位应该会蛮有筛选一些厂商嘛，等于是说他已经帮我们先筛选了，所以我们来这边的话会感觉会至少不要再筛选了，就看好了就 OK 就可以买了。就我会看一下说是什么牌子的，然后可能以后我大概会买的时候就会选择这个牌子来那个使用这样子。在消费上您会不会安心？当然会，今天还会再来。伝統に戻り、古くからの製法にこだわり、安心できる商品を提供することで、また新たな市場が開かれます。新唐人テレビがお伝えしました。京城石开，捐助新唐人，了却您久远的中国夙愿。